ふんふんふん。マリサに勧められて読み始めたけど、これ、面白いわね。武田氏滅亡、やっぱり歴史は単純じゃないわね。いくつも要素が重なって、いくつもエラーが起こって、今日まで繋がっているんだわ。お、霊夢、何を読んで？なんだそのドンキみてえな、暑さの本は。ふふん、知らないの。これはあの、武田氏のエキスパート。平山先生が、武田氏が滅亡するまでの過程を、丹念に書いた、武田氏滅亡、よ。ふーん。面白くなさそうだな。武田なんて長篠の戦いで負けてから。オワコン化して、一直線に滅亡した雑魚だろ。そんなのどうでもいいって。そういうわけでもないのよ。武田氏は実際。いいって、そういう逆張りいらねえから。歴史学者なんて飯を食うために、逆張りしてるだけの連中だよ。そんなものより、自分で歴史をしっかりと考えた方がいいって、伊沢先生とかおすすめだぜ。そうとは思えないけ。それより聞けよ、戦国時代の日本って、当時世界最強の、軍事国家だったんだぜ。そうなの。あのな、戦国時代の日本の鉄砲総数、いくつあったか知ってるか。60万だぞ、60万。これは当時ヨーロッパ中にあった、鉄砲の保有総数より多いんだ。つまり、ヨーロッパの連中が束になってかかってきても、戦国時代の日本には、勝てなかったってわけよ。60万ってすごい数字じゃない？それって何か根拠あるの？ヤフーとか YouTube のコメント欄で、みんな言っててたくさんいいねついてたし、間違いないだろ。うーん。お、霊夢、武田氏滅亡読んでるんだな。あ、マリサ、いいところに。どうしたどうした。キメイ丸が言ってるんだけど、戦国時代の日本は、世界最強の軍事国家だった、って本当？なんでもヨーロッパ全体の、総数よりも多い、60万もの鉄砲を保有してたとか。あ。なるほど、そういう系の話か。お、なんだマリサ、ネットの海で身につけた、この高尚な知識に文句でもあるのか。まあ、文句しかねえな。まず、日本の鉄砲保有数が、60万だとかいう総数は、一体なんだ。それとヨーロッパの鉄砲総数とかいうのも、総数を教えてくれよ。ヤフコメや YouTube のコメントだよ。たくさんいいねついてたし、間違いないだろ。ねえ、マリサ、やっぱりキメイ丸の話って、適当にデタラメを言ってるだけ。で、デタラメだと。まあ待て、まずキメイ丸が話した内容だが、ある意味、キメイ丸の言う通りなんだな。正しいってことか。ちげえよ、ソースを探してもネットで資料の明示なしで、語ってるやつしか出てこねえんだ。あ、完全にデタラメな話ね、これは。だがまあ、元ネタらしきものはあるんだぜ。それはこれだ。お、なんだ、あるんじゃねえか、鉄砲を捨てた日本人。作者はノエル・ペリン。外国人か、客観的に見てそうだな。海外の反応、とかもそうだけど、外国人は結構正しく評価してんだよ。内容もライトだし、良ければ貸してやるよ。でもその本注意しろよ、結構バイアス。サンキューな、それじゃまた明日。おいおい。ねえ、マリサ。やっぱり根拠がある話だったってこと、だとしたら、私キメイ丸にデタラメだなんてひどいことを。いや、根拠となる元ネタはあるが、その元ネタが、めちゃくちゃであるということだぜ。そんなに問題ある本なの？うん、かなり問題がある、結論ありきで、バイアスがめちゃかかっている本だぜ。それをキメイ丸に貸しちゃったらダメでしょ、鵜呑みにして信じちゃうかもしれないわよ。だから注意しようとしたら、注意を聞く前に、あいつ帰っちまったんだろうが。まあ、いかに曖昧な話だったか、気づいてくれる可能性にかけようぜ。それは難しいと思うけど。何、そんなにめちゃくちゃな本なの？いや、陰謀論者が書いたみたいに、とんでもねえアホ丸出しのことが、書いてあるわけじゃない。まあ、ざっくり言うとだな。冷戦期に軍縮の政治思想を持っているアメリカ人が、軍縮を達成できる根拠として、
戦国時代の日本は銃を大量保有した軍事大国だった。しかし日本人は、自ら銃を捨てた。だから世界も軍縮できるはずだ、という論理ありき、で書かれているんだ。ちなみに初版は1979年、40年前の本だな。日本すげーの右派系かと思いきや、どっちかというとリベラル寄りなのね。右派だろうがリベラルだろうが、自分の政治思想を肯定するために、歴史を持ち出して、思想補強の材料とする時点で、私はアウトだと思うぜ。今ならわかるわ、どうしてもバイアスがかかっちゃうし。歴史学が進んだ時、自分の政治思想も否定されたと認識して、主張だったり考えを変更することが難しくなっちゃうからね。そういうことだぜ。でさ、バイアスがかかった本だということはわかったけど、どこら辺が間違っているわけ？例えばだな。長篠の戦いで使われた、織田軍の鉄砲総数は知ってるか？結構いろいろなところで聞くわね。3000丁だっけ？あ、でも1000丁という意見もあるわ。どっちなのかしらね。霊夢の言った通り、これは春秋後期の記載をめぐって、議論がある話だ。この際、1000でも3000でも、どっちでもいいぜ。なんかすごい適当に言ってるわね。ノエル・ペリンの主張する数がすごすぎるからな。それから比べたら、どっちでもいいんだよ。一体何丁が使われたと、ノエル・ペリンさんは言うのよ。その数、1万丁だ。1万。もちろん、そんなことを示すソースは全然ない。だから言ったろ、1000とか3000とかは。あくまで、春秋後期の数字を考えている、資料を参考にしている話、だ。ノエル・ペリンのそれとは違う。あ、ちなみにその1万の中でも大活躍したのは、えりすぐりの鉄砲集3000だ。もちろん、これもソースがない。おう。一字が万字、この調子だ。九州で破竹の勢いだった龍造寺高信が、島津家久と激突した沖田縄手の戦いは、龍造寺軍2万5000のうち、9000は鉄砲隊だったとしている。もちろんソースはない。あ、あと朝鮮出兵なんかすごいぞ。先発した16万の日本兵のうち、4万は鉄砲隊だったらしい。これも当然ソースがない。もういいわ。お腹いっぱいよ。は、まだまだ終わってねえぞ。この時の世界の人口比も書いてあるが、これも日本が2500万と、フランスの1600万、スペインの700万をぶっちぎり1位。当然ソースは、何にもないってことね。はぁ、やっぱり日本が世界最強で、ヨーロッパ全体より多い、60万の鉄砲保有数だったってのは、デタラメだったのね。こんなソースゼロで書かれた本が元ネタだと。いや、霊夢よ、ここからがさらに恐ろしいんだが、実はノエル・ペリンの本にも、そんなことは、書いてないんだ。どういうこと？そのままの意味だ、この中で書いてあるのは、少なくとも鉄砲の絶対数では、16世紀末の日本は、間違いなく、世界のどの国よりも、大量に持っていた、だ。保有数60万とか、ヨーロッパ全体の総数よりどうだとか、そういったことは言ってないのね。では一体、日本の鉄砲総数が何十万という、総数は何かというと、わからない、要出典、というやつだ。多分だけど、ノエル・ペリンさんの本が元ネタ。本を読んで、真に受けた人が話をさらに持って、ネットの海に放出、これを繰り返し、おひれがつきまくって、戦国時代の日本最強、鉄砲保有数何十万、という、話が出来上がっちゃったのかもしれないわね。正直、それぐらいしか考えられねえな。他にもこの本は、いろいろとネタが満載だ。例えば、長篠の戦い以前は、通常は一騎打ちと小競り合いだった、とかな。一騎打ちはさすがに、いつの時代の話よ。だが、日本に渡来した鉄砲は、時代を変えた、日本は軍事大国になった。しかし、その鉄砲を日本人は捨てた、軍縮した。だから、今日も軍縮できる、という、冷戦期における著者の思想を、展開したいがための、本なんだな。思想心情は、自由だし勝手だが、
そういうバイアスのかかった本だと認識せずに、歴史を学ぶのは。結構危ないわよね。ソースも全然出してないし。というかさ、兵農分離会の後だから、私もわかるんだけど、日本人って、そもそも鉄砲捨ててないわよね。ああ、地域によっては、藩が抱えている鉄砲数の何倍もの数を農村全体で保有していた。こっちはノエルペリンのようなソースゼロの話じゃない、いくつかの藩が調査した公式資料の中で残っている数字だ。ノエルペリンが鉄砲を捨てた日本人を書いた時期を考えると、そういった情報を把握できなかったのはしょうがないと思うけどね。その通りだな。悪書であるという気はない。ただ歴史を学ぶには著しく不向きな本であるということだな。戦国時代の日本最強伝説の元ネタがいかに曖昧なところから始まっているのか、それを探るために読んでみるのはいいかもしれないわね。こういった類の話を真に受けて、日本すげーはなんか違うと個人的には思うんだよな。こんなヨタ話に頼らなくても、日本には面白くて素晴らしい歴史があるんだからな。じゃ、今日はこの辺にしましょうか。ああ、またな。なあ、知ってるか、お前ら。この国の皇室を乗っ取ろうとした、卑劣な三奪者の話を。